やあ、さつなけいすけだよ。今回も資源の調やっていくよ。よろしく。データ8。ですね。確かお姉さん先生のところに報告しに行こうって話だったね。お。家のドアの落書きが消えてますな。やったやった。とりあえず学校だ。よーし。学校がこっちやし。こっち、よし。よー、ガードマンのお兄さん。前と一緒のことしか喋ってない。よー、君は誰だい？今日は練習お休みなのに学校に来ている私。はあ、学校依存症ですね。やめた方がいいですよ、学校。そうした方が気分が楽になりますよ。なんてね。あ、そうだ、ちょっとあれですね。まあいいや。あ、そうなんや。ざまあやね、お姉さん先生。わあ、お姉さん先生に対してはざまあって言いたくない。それよりもちょっと高橋さんのところに顔出しに行こうと思ったけど、あれ、おかしいな、高橋さんいないのか。しょうがないな。じゃあ職員室に。お姉さん先生、チワス。先生、昨日の写真の原因わかりました。こんにちは、笹山さん。心配していたのよ。無名神社で美春が何とか参りをしていて、私に呪いをかけてました。ん？え？そんな、水塚さんが？昨日の夜、無名神社で見たので間違いないです。修学旅行でもあんなに、いや、仲良く行動してたのに。大丈夫？友達がそんなことをしていたのを知ったらショックよね。大丈夫とは言えませんが、私は何ともなかったから今も元気ですし、美春が気になります。美春のことなんか気にせず人狼と楽しくやろうぜ。そっちの方が気が楽でいいだろう。次の日、美春は別人のように変わり果てた姿になってました。いやいや、あれもただの寝不足だ。大丈夫。私にかけられた呪いはなくなったとは思うけど、まだ終わりじゃないような気がするんです。無名神社はわからないことばっかりだし、今回の事件もあの場所がなければ。無名神社、昼間でも薄暗くってちょっと不気な場所よね。でも先生、神社のことは詳しくないのよ。そうだわ、島ヶ丘市って知ってるかしら。私の住んでいる場所なんだけど、大きな神社があるのよ。神社の人なら他の神社のことにも詳しいかもしれないわ。お、今日は電車も動いているようだし、私も帰りたかったから、この後予定がなかったら一緒行ってみる？お願いします。お、新しいエリアに行けるんですかな。あ、お姉さん先生が子供のメンバーに加わった。こういうことあるんだ。そしてなんかメモか、なんか入手情報が出てきた。これか、違う、これ違う、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 これだ。島がお菓子には島なんちゃか神社っていう大きな神社があるらしい。読めない、漢字が読めないよ。なんて読むんだよ。まあそれはいいでしょう。数学教師、お姉さん先生は昨日電車が止まって飽きだす。違う、生徒に聞いたっす。バイバイ。じゃあ早速行きましょう。ダッシュ、邪魔だお前。ダッシュベイベー、ダッシュベイベー、ダッシュ、あ、こっちだし。あれ、どっちやっけ、どっちやっけ。あ、どっちやっけ、あれ、おかしいな。あ、ここやん。よくかけたらここやん。つまり、駅か。駅に行けばいいのか。オッケー。おー、イベントイベント。おー、切符買ってる。まずは切符を買わないとね。はい、笹山さんの分ね。切符をもらった、ありがとうございます。私の用事なのにすみません。先生が誘ったんだから当然よ。何か分かるといいんだけど。これから行く神社はね、笹山さんと同じぐらいの年の子がいるのよ。知り合いなんですか。名前は村山優香って読むかな。うん。私に大事なことを教えてくれた人。へえ、先生だって前、教えられることあるんですね。
なんか定番のやや口。さあ、改札口に行きましょう。よっしゃー。あ、おじいさん。この前、エンドウ豆がどうとかっていう豆のことしか興味のないおじいさん。行きます。今日はどこに行こうかの。あ、珍しく豆のことを言っていない。この人は？なんだよ、クソ。お釣りが100円少ねえぞ。当然の報いです。では、じゃあ次行ってみましょう。行ってみましょう。入った入った。喋りかけようとしたら入ってもだ。私たちは電車に乗り込んだ。島がお菓子は少し遠いので時間がかかるみたい。どうしようかな。そりゃ先生と話すでしょう。いい機会なので先生と話をすることにした。先生先生、バスとツリーサイズは何もなんですか。特にバスと聞きたいです。篠山さん、すごいわ。何がですか。水塚さんのことよ。呪いをかけてきたんでしょ。それでも助けようとしてる。美晴のやったことは許せません。でも楽しかった時期もあったんです。美晴は私を利用していただけかもしれない。それでも一緒に遊んでた時は楽しかったから。もう友達同士には戻れないけど、今のまま放っておいたらいけないと思います。笹山さんが先生になったらいい先生になりそうね。うっそだ。マジで私そんなにいい先生になろうか。よし、先生目指すか。何の先生がいいかな。保健体育エロスやん。そんな先生だなんて私には無理ですよ。先生はどうして教師になろうと思ったんですか。給料がいいからですか。転職をつけるためですか。先生ね、中学の頃いじめられてたのよ。マジで。先生が仲の良かった友達が転校しちゃってね、自分から友達を作ろうとせずに孤立してたの。え、孤立してた私はいじめのターゲットにされたわ。かわいそう。でもそんな時助けてくれた子がいるのよ。いたのよか。そしてどんな状況でも勇気があれば乗り換えられることを教えてくれたわ。言うのは簡単だけどとても難しいことよよ。それをみんなに伝えたかったから教師になったの。それって勉強よりも大事なことでしょ。乗り越えられる勇気か。みんなにちゃんと伝わってるかいつも不安になるんだけどね。先生の教え方上手だし好きです。ありがとうね。とはいえスリーサイズは、スリーサイズ先生、スリーサイズ聞けなかった。先生のお姉さん先生のスリーサイズ聞けなかった。惜しいことしたな。よし、では進んでいこう。今日はもう遅いし明日にしようよ。うわ、カップルだよ。こんなベタベタしたカップル嫌いだよ。私も最近カップルになったばかりですけどね。どこか行きたいよ。あ、こんな感じなんだ。家だって誰の家。はーい、神社っすね。廃校舎とかある。そしてまず自由本社って何。めっちゃ名前適当じゃない。意味がわからん。どういう意味だ。マジ中、マズ中か。マズ順みたいに言うな。いや、イオン俺だけか。一人ずつ喋りながら。ここにいる巫女さん、何でも相談に乗ってくれるのよ。年齢は私と同じくらいのはずなのに、なんか落ち着いていて不思議な感じの人なの。今日は制服着て出かけたよ。しばらく帰ってこないんじゃないかな。マジで？じゃあ来た意味ないんじゃね。てか落ち着いた感じって、違う意味で落ち着いた感じの人は知り合いにいるね。そう、高橋さんだ。神社は独特の雰囲気がいいですね。この文化は大事にしてほしいですね。あなたもそう思いませんか。興味ない。じいさん、じいさん、神社はここは可愛い巫女さんがおるんじゃ。お前それ目当てだろ。神社じゃなくて巫女さん目当てだろお前。お、イベント。困ったわ、今日はいないみたいね。遊びに行っているのかもしれませんよ。しばらく待ってみます。それじゃあ私も一緒に待つわね。先生は家に帰らなくて大丈夫ですか。一人でも大丈夫です。先生、結
婚している相手いるんでしょ。早く帰って飽きないと寂しがってると思いますよ。でも知らない土地に笹山さんを一人にするわけにはいかないや。先生、旦那さんを一人にするのもいけませんよ。普段着れない、来れない場所だから、いろいろ見て回りたいし、それに、なんかこの辺見覚えあるんです。え、マジで。そう、それなら私は家に帰るけど、何か困ったことがあったら家に来てね。先生、夫婦としての付き合いで困ったことがあったでも、私に言ってくださいね。駅のある道沿いにあるから、すぐにわかると思うわ。あの家、先生の家だったんだ。はい。それじゃあ、ゆうかであったのかな、本当に。ゆうりちゃんかな。ゆうりちゃんによろしくね。はい。先生も旦那さんによろしくね。ここで待っていても退屈だから、あちこち見に行こう。どこか、暇が潰せるような場所があればいいんだけど。一番気になっとるんは、廃校舎じゃなくて、あの、マジズとかいう、マズジューか。マツジュンみたいに聞こえてしまうような、なんか。ここが一番気になるよね。普通は廃校舎の方が気になるんやけどね。でもこっちの方が名前的に気になるんよね。マツジュンだぜ。それって、レアコーンじゃないの？見つけると幸せになるとか本に書いてあったよ。あの話じゃ。見たことないし、都市伝説なんじゃないかな。喋る相手間違えた。順番間違えたな。こいつか？レアコーン？なんだそりゃ、初めて聞いたぞ。違うな。これ一番目に聞くやつちゃうな。こいつか？キラキラ光るカラーコーンを設置するバイトがあるらしいよ。日給がすごいらしい。うん。レアコーンって一つじゃないんでしょ？全部見つけるの大変だよ。レアコーンって何残っちゃう？僕ら。ペットボトルもゴミ箱へ。空き缶はゴミ箱へ。あ、こっちから喋るべきだった。喋るっつか、喋るべきだったか。あー、またカップルおるし、めっちゃカップルおるんですけど。てか、私もカップルの片方なんですけどね。今は彼氏が一緒にいません。デートの邪魔しないでよ。あっち行ってて。はーい。このベンチは僕たちで使っているから、他に行ってよ。はーい。くそー。イチャイチャしやがって。この人はねえ、早く決めてよ。なんでそんなに優柔不断なのよ。そんなことだから彼氏見つからないんだよ。こっちもいいな。あっちも、あ、そっちもいいね。どっちにしようかな。早く選ばないと彼氏ができませんよ。ですね、こっちの人は、おい、何が飲みたい？何この自販機、変な飲み物ばっかりじゃん。なんでこんなのが流行ってるわけ？絶対変だよ。そんな変なのが流行っとんか。そんな変なの多いよ。まあ、いや。君、何してんの？俺らと遊ぼうよ。きっと楽しいからさ。わ。やべえぞ、ナンパに捕まった。ああ。ガツガツこんなやな。廃校舎には幽霊が出るって噂だよ。本当かどうかは知らねえけど、暇つぶしにはなるんじゃね？廃校舎の話してきた。廃校舎行けって言うんか、この人は。他に行く場所もないし、見に行くぐらいなら。おう、蝶の噂の次は廃校舎の噂ですよ。幽霊か。どんどんホラーチックになってるね。なかなか面白いじゃないか。それより、この人何しょん？夕日でも眺めもんかな。ロマンチック。ロマンチック。上司のお茶に雑巾の絞り汁を入れたのがバレて、会社をクビになってしまった。何しょんな、お前。やっちまっとんねんか。自業自得やな、それは。これからどうしよう。ここから飛び降りたら楽になれるかな。自殺願望。やめとけ。そこから飛び勇気があるなら何でもできますよ。それもそうだな。明日から別の仕事探せばいいか。めっちゃポジティブになってる。君の一言でやる気が出てきたよ。ありがとう。何この人。いきなりポジティブになった。まあよかった。自殺しようと思った人を考え直させるっていう大切なことですよね。ね、そうでしょ。ここにある紫の自動販売機から販売停止になった幻の飲み物が出る時があるよ。
ネットオークションで5万円ぐらいで取引されるらしいよ。みんなそれ目当てで買ってるようだね。君を運試しに買ってみれば。ちょっと待って、おさんおさん、ちょっとさっきまで、ついさっきまで自殺考えとった人がなんでそんなネタ的な話し始めるん。ちょっと待って、お前本当にやんどったんか。ちょっと励ましたん私やけどさ、ちょっとお前も励まされすぎんか。ちょっとポジティブになりすぎてないかお前。わからんわ最近の自殺願望者は。これがそうやね。ちょっと気になるんで飲んどこうか、飲んどこうかって買おうか。何から出るかわからない。ランダム自動販売機。そういうのあるよね、ランダム。何が出ても返金しませんやって。どうしようかな。そりゃあ買うでしょ。気になるわ。七色に輝く飲み物が出てきた。マジで。これ当たりちゃう。何これ。これがまさかの幻の飲み物？喉も渇いていたし、飲んでみよう。いけるんか？まずいとか言おったけど、みんなが。舌が痺れるような嫌な味。あ、れ？意識が遠くなって、待て、ちょっと待て。こんなとこで死ぬんか、私は。やめて。嘘？って死んでないよ。何やねんそれ。ちょっとビビったわ、お前。やめとけ。どうも、もうダメかと思うような味だったわ。どんな味やねん、それ。七色に輝くって適当に混ぜたけまずい味になっとう感じんでないか。全然共鳴しなかったんやな、七つの味が。最後の一つだったようだ。売り切れになってしまった。もう飲みたくないようだ。そりゃそうだろうな。あとこの二人に話しかけたらもう今回終わりにしよう。君は学生さんだよね。会社の関係者しか入れないよ。社長が会社の秘密を守るために厳しい人なんだよ。ごめんね。しょうがない。真っ黒なガラスで中が見えない。めちゃくちゃブラックやな。サラリーマン風の青年。このガラス真っ暗だよ。ブラックガラスって言って中が全く見えないんだ。そうか、わかったぞ。こういう会社をブラックが企業って言うんだな。サラリーマン風の青年の方、スレってますよ。めちゃくちゃ滑ってますよ。こんなこと言ってたらあなたがブラック会社に入れられることになりますよ。はい、なんか私の本性が現れたところで今回はセーブして終わることにしましょう。あ、なんか増えとんやけど。ちょっといくつか増えとんやけど、メモリアでやったな。まずこれ、島ヶ丘市へっていう世界が違うような不思議な街やって、そんなに違うもんなんじゃ。そしてこれですよ、気になるんは、マズジュープレミアムブレンド。創立10周年の記念品、7色に輝く液体の味は、もう、終わったかと思ったような味だったとか言ったよな。7色に輝くて、やっぱ7種類の味を混ぜた結果、こんな不協和音をうんどんか。あ、セーブしとかな。ここでセーブして。はい、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。